ああ、猫の手も借りてー。はい、どうも皆さんこんにちは、こてつとれんでございます。いや、今日はですね、めちゃくちゃ冷えまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。こういう時期はね、風邪とか引きやすいので、季節の変わり目はね、風邪とか引きやすいので、皆さんもどうかご注意ください。でね、今こてっちゃん俺の膝の上に座ってるんだけど、多分こてっちゃんもこれ寒いのかもしれませんね。なんか今日ね、ベッドは空いてるんですよ。こてっちゃんのベッドは空いてるんですけども、なんかね、膝の上に乗っかるんですよ。これなんで尻尾ちょっとフリフリしてイライラしてるのかいう意味がわかりませんけれども、自分から乗ってきて、なんか俺が喋ってると鬱陶しいのかな、何なんだろう。ちょっと今触ったら噛まれそうだからほっといてますけどね。いや、猫飼いにしては嬉しい季節になってきたんじゃないかな。やっぱりこう飼い猫ちゃんがね、こうやって乗ってきてくれると嬉しいですよね。ほらね、また乗ってきたよね。言った通りでしょ。いや、だからこれからね、猫飼いさんの皆さんにとっては嬉しい季節がね、やってきますよ。これ2回目だけど言うの。やっぱ猫ちゃんって寒いとさ、本当こう寄ってきてくれるっていうか、くっついてきてくれるじゃんね。まあ飼い主を湯たんぽかなんかと、いう感覚で考えてるのかもしれないけれども、でも正直やっぱりこれは、猫飼いの身としては嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいね。こてっちゃんありがとう。やっぱね、こてっちゃんあったかくなると一緒に寝てくんないんだよね。うん、猫と一緒に寝るとさ、やっぱり気持ちいいじゃないですか。うん、俺もやっぱ猫と一緒に寝るの大好きなんですけれども、まあ寝てくれない。でもやっぱ寒くなってくると、こう布団にね入ってきてくれたりとかしてね、もうあの瞬間がね、めちゃくちゃ幸せ。もうやっぱ地元秋田なんで、冬が関東よりも厳しいので、ほんとよくあるんですけれども、本当にね嬉しいんですよ、猫が潜ってきてくれるとね。もうふっとしてるなぁ、お前。はい、てなわけでね、皆さんも素敵な猫ライフをねお過ごしください。寒くなってきたのでね、これからはね、我々猫好きたちのフィーバータイムでございますよ、皆さん。してくれ猫って、グッドボタンも押してくれ猫。